ニコニコプロレスチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。コメンタリーを務めさせていただきます、もずやまみです。よろしくお願いいたします。本日はプロレスリングフリーダムズ 10.24 新木場ファーストリング大会を放送いたします。早速ですが、ゲストのお二人を紹介したいと思います。プロレスリングフリーダムズ代表、佐々木隆選手です。よろしくお願いいたします。はい、皆さんよろしくお願いします。バキューン。はい、そしてドラゴンネブル選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いただきました、謎のエディットレスラー、はい、ものすごい話題だと思うんですが、はい、はい、これから今日はその試合を視聴者の方と一緒に解説してご覧いただくわけですが、はい、ネブル選手、今の心境はいかがですか？見たくないですね、あんまりね。お、自分の試合あんま見たくないですね、はい、そうなの？いやですよ、あれは。お前ニコプロ加入して毎回こそこそ見てるけど寮で、はい、はい、自分の試合だけ見てます。はい、自分のだけか、自分のだけか、自分大好きじゃないかさっき自分の試合見たくないって言ったわけなのに、うん、いや今回だけはあんま見たくないです。あ、そう、はい、そんなわけにいかないよ。あ、もう見た方の感想がいっぱい出てくるからね、これ怖い。はい、そんな今回は見たくないとおっしゃるような試合も、さあ、どんな試合だったんでしょう。はい、僕見てないですからね、試合。そうなんですね。はい、なんか歓声はやたら聞こえてきましたけど歓声なのか悲鳴なのかいっぱい聞こえてきましたけど、はい、試合は実際見てないですからね。うん、はい、ではそんな今回の大会のタイトルは、いざ10年目のフリーダムズへということで、はい、第1試合、正岡大輔対チカラ、はい、という、あの、どんな試合になるか想像のつかないシングルマッチから始まり、はい、第2試合タッグマッチ、はい、軍曹ドラゴンリブレ組対バラモン州、はい、バラモン系ウィズカラデバラモン、はい、話題の試合、ね、想像つかないですね。はい、そして第3試合は進む優也正宗組対勝村修一郎佐山俊介組、はい、そして第4試合蛍光灯デスマッチ、こちら佐々木選手が出られた試合になります。そうですね、はい、葛西潤佐々木隆、平田智也組対武田雅史吹本健二藤田実組、はい、そして第5試合ビオレントジャック対源太郎、はい、そしてメインイベントはキングオブフリーダムズワールドダックチャンピオンシップ挑戦者決定戦、うん、マンモス佐々木一馬坂本組対カムイ杉浦徹となっております。はい、はい、12.25 後楽園大会に向けての動きをたくさん期待できる、そうですね、盛りだくさんのカードとなっております。はい、はい、さて今回の放送も序盤は会員でない皆様も無料でご覧いただけますが、はい、途中で有料放送へと切り替わります。さあ、どっから切り替わるんでしょう。謎ですか、これは。第2が終わったところで、第2、あ、こいつの試合ただで見れるんですか。はい、あ、しゃ、はい、では前の試合はただってことだよ。あ、いや、もう、はい、いや、でもここでリブレ選手の試合見て、はい、あ、面白いって思ったら、そうですね、ご入会していただけるということなので、はい、お前にかかってるよそうですね、はい、ニコプロの未来は、はい、おしゃ、頑張ろう。はい、ぜひご入会ご検討いただけたらと思います。うん、はい、では早速ですが、試合を見ていこうと思います。はい、佐々木選手、ドラゴンネブレ選手、最後までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。こんばんは。こっちもネタついてないです。はい、まずは前節リングに登場したのは平田選手と練習生 K さん。はい、 K さん、もういきなりダメですね11月にヤングダムズプロレス福島大会っていうのをやるんですけども新規話でヤングダムズやるのは今回で2回目なんですけども、このヤングダムズプロレスっていうのは僕とドラゴンリブレさんが主役の大会となってますんで、はい、自分は、9月の後楽園で対戦した01の北村選手とシングルマッチでやるんですけども、9月の大会の時は、まあ、自分が勝ったんですけども、今度はシングルマッチで自分一人の力で勝ちたいと思うので、ぜひご来場お願いします。わー、最後まで言えた。ずっとポスター見て言ってましたからね。このヤングダムズ大会、練習生の鎌田も試合的中あるんで、一言。練習生の方堂々としますね。実は日曜日、10月21日の日曜日、
うん、自分で言いますかねこれ練習生が、その日にですね、リーダーですね、沖縄大会の打ち上げのイベントやったんですけど、源太郎さんと葛西さんが近くにいた中で、12月25日葛西さんのプロデュースの試合でデビューさせてくれた方の場所でした。葛西さんの返答としては、あ、いいよ。葛西さんの妖怪らしいので、あとは高橋さんが、OK を出してくれるので、そんな感じですけども、まあ、11月5日、ヤングダムズで、タミさんと試合があるので、そこでがっちり高橋さんにアピールして、デビューする式に決めたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、言うだけだったらですけどね、しっかり見せてもらわないと。ヤングダムズでのアピールによって、はい、そうですね、練習生圭さんのデビューが決まるかもということですね、うん、ガイドブック用の選手の写真と、あと僕のキャッチフレーズを募集してるんですけども、まあ、キャッチフレーズが2件しかありません。今後増えましたか？いや、わかんないです。2件のうち1件は明らかにふざけてるものらしいですからね。はい、まだ明日まで募集してますからね。はい、ぜひご覧いただいた皆さん、そうですね、はい、はい、送っていただければと思います。決して僕はですね、2人の埋設が心配で後ろついてきたわけではありません。僕からも一つだけ告知があります。今まで、サイコロスプロデュースとしてやってきた、群雄割拠なんですが、その群雄割拠シリーズの、その4が決定いたしました。で、その4がですね、今までずっと後楽園大会をやってきたんですが、後楽園大会をですね、その群雄割拠を眺めて、ちょっと集客に苦戦してるなと、ちょっとお手伝いしたいなと、お声掛けをいただける方がいまして、で、その方のご協力もあって、その要は後楽園ホールではないところでやることになりました。先に日にちも決まっております。全くの土平日があるんですが、来年の1月15日の火曜日です。来年1月15日の火曜日、なんでわざわざここに来て告知をするかというと、その、ありがたいお話ですね。日本全国の名産物を集めたり、日本全国のお祭りのことなんかをですね、集めて展示するふるさと祭りというお祭りが毎年東京で行われています。その中の一環としてプロレス全国時代群雄割拠その4をやらせていただけることになりました。場所は東京ドームです。東京ドームです。1月はもうドームでプロレス尽くしですね、これは。頑張らなくても地道に頑張ってみるもんです。なんと当時はですね、平日ということもありまして、このふるさと祭りのマイル券はなんと1200円。安い、1200円なんですよ。求めやすい、はい、いろんなふるさとのね、名産物を食べたり見たりした上で、さらにプロレスも見れるという、なんとも素晴らしい企画です。この後はですね、また追って、発表をさせていただきます。ふるさと祭りのホームページでも、プロレスやるよっていうのを今日から告知してもらってます。また面白いいろんな選手をたくさん呼んでやりたいと思ってますので、こちら皆さんご声援よろしくお願いします。さあ、この1200円のチケットがですね、はい、11.5、まさにこのヤングダムズ新規型大会から発売開始になりますんで、決めた目でヤングダムズに一定チケットを買ってですね、始めたいと思いますので、ヤングダムズ新規型大会って言いますので、その後続いて皆さんでスタートコールお願いします。ヤングダムズ新規型大会スタート。はい、東京ドームという発表があってスタートですが、はい、もういきなりオープニングから盛りだくさんでしたね、はい、うん、はい、東京ドームいかがですか、どんな心境ですか。そうですね、まあでも
まあ、その新日本さんがやってるのは東京ドーム大会と全くもってね、雲泥の差ではあるんですけど、でもそういうあのいろんな日本全国のそういう物産展的な、なんかそういう名産物とかお祭りとかをこうご紹介するようなイベントで、こういう群雄割拠の戦える場をもらったっていうのは本当にこれも願ったり叶ったりで、はい、であのそれぞれそのふるさと祭りの方々も、あと僕が普段から言ってることも、結局あの地方から東京に、また東京から地方にいろいろこうね、いろんなものをこう何ですね、こう盛り上げて、日本中をくまなく盛り上げてみたいなところでこうね、考えが一致したっていうこともあって、なんかこうそうですね、プロレスでまたこう街をいろいろ盛り上げていけるきっかけになるんじゃないかなと、はい、でこれがまたね、1回だけの打ち上げ花火に終わらないで、これが毎年恒例になって、はい、でだんだんこう東京ドームの中の、今回はセンター、野球でいうセンターの辺の一角だけみたいですけど、はい、そこからまたどんどんね、こう場所が広くなって、うん、いいか気がついたら3分の1もらって、また翌年半分もらって、うん、はい、気がついたらじゃあふるさと祭り最終日はじゃあプロレスだけやってくださいみたいな風にまでね、なれるぐらいにしたいですね、はい、とりあえず継続していくことが目標です。はい、ではぜひその記念すべき1回に足を運んでいただけたらと思います。はい、そうですね、1200円ですよ。1200円で中入っていろんなね、地方の美味しいもいっぱい食べて、地ビールとか飲んでプロレスもいっぱい見れちゃうっていう、最高じゃないですか。はい、はい、さあそんなこんなで第一試合始まっております。はい、シングルマッチ正岡大輔対一からこちら裏メインですね、この日の。もうみんなちょっと注目ですね、これは。意外とレスリングで真っ向勝負してますね。はい、このカードを組まれたのは佐々木選手。いや、はい、僕じゃないですね。あ、そうなんですね。はい、あのこのカードをやろうって言い出したのは源太郎です。あ、はあ、はい、どんな意図があったんでしょう。あまりも、あ、いや違いますね、あまりもんではないですね、はい、なんでしょうね、なんかあの多分、はい、あの正岡が今やっぱデスマッチ路線もあったり、あのちょっとノーマダス側についてちょっとヒールっぽい感じで今やってる中で、ちょっとなんかこう一つペースを乱してやろうかなっていうところなんじゃないですか。はい、そういう作戦だったんですね。チカラ君とシングルをやるっていうのは本当にあのレスラーとしての腕を試される、これリトマス試験紙ですからね。正岡はある意味試されてますよ、これは。チカラさんの腹筋が割れてるんですよ。な、これ糖質ダイエットの成果。あ、糖質じゃねえな、糖質ダイエットな、はい、その成果かね。はい、素晴らしいですね。これ、炭水化物は控えるけどラーメンのスープは一滴も残さず飲むチカラさん、ね、それで有名なチカラさんですね。炭水化物ではないですもんね。炭水化物じゃないですけど、はい、多分油ギトギトですけどねハイ脂肪率 12% って書いてます。カフェオレはあれなの、ダイエットにいいのかね。でもきっと甘い甘いですよ ね、 すよね。毎朝飲んでますよねそうですね、チカラ選手といえばなんか早起きとカフェオレっていうイメージがあります、ね、我々凡人ではちょっとこう多分なし得れないところまでなんか行っちゃってるんですけど、もしかしたらカフェオレの愛が、はい、でもこの力くんのあの一直線なペースに飲まれないとか、さすが正岡ですね。うん、おお、鉄柱ですねがっつり頭からいきましたよカフェオレ最強説カフェオレ、あれプロテインとか含まれてるのかね。若干じゃないですか。若干だよね。若干ですよ。お、バーブ厳しい。ご挨拶されました。東海道線で大船駅だってしたっけ、うん、東京、あ、違うの、藤沢大船だったかな。さあリングに戻り、逆水平の打ち合い。チョップ合戦の分が悪いですね、完全に正岡
押されてますね。悪い逆水兵と見せかけ目つぶし。悪いやつだ。おおおお、脳天からいきますね。さあ容赦ない。ひねりを加えてのリバーススプラッシュ。これやっぱりこういうちょっとトリッキーな動きでいけば多分ね、チカラ君のペースには飲まれないですからね。チカラ選手やっぱりまっすぐっていう、ね、はい、どこまでもまっすぐですからね、うん、はい、コーナー突っ込んでもまっすぐですからね。素晴らしいことです。素晴らしいですね。まっすぐのことはいいこと、いいことですね、はい。やっぱ力が絞れたね。そうなんですよ、うん、この前大阪で試合してても、うん、あすごいなと思って、ああ体が試合してて感じた、はい、このエルボーも重いんですよ。うわドバッと、お、効かない。しかしここは応戦、あまさか真っ向勝負しない方がいいと思うんですけどね、これは力くん相手に。さあ頭突きをどんどん、急所蹴りでしょうか。悪い人だな。さあスリップだと主張しておりますが、いや全然スリップしてなかったですよね。ね、がっつりいってましたね。すげえ、すごいですね、読んでますね。聞こえてないです、え、聞こえてないですか、僕の喋ってること。大丈夫ですか、うん、もっと声を張らんと頑張ります。あ、ここに、あ、ここなんですね。さあどちらが持ち上げるのか。さあ力選手持ち上げたがこらえる。パワーだったら力ですよね。さあ、ただ、おい、投げた。パワー、おお、アルティメットパワー。さあ、試合の流れが力選手に。まさかもやっぱ、あの、言っても小柄なんで、多分こういう、うん、力でガンガン来るタイプ多分苦手でしょうね。おお、新しい。今のはスライディング D 的なやつですけど、スライディング C 的なやつですけど、コーナーから頭部にスライディングチョップ、スライディングチョップ。あ、さあセーバーコールの中コーナーへ、会場が一つになってますね。やばい、でも登れない。さあしかし正岡選手立ったかわした。今の返せ返せ、お母さんですか今。お母様の声本当によく通られますよね。一番のセコンドですかね、うん、うおー、あー、トラスキック。さあしかしフロンターでチョップ。チカラ君ももうかわすとかもうそういうのがないですもんね、うん、全てもう真正面から受け切るか、うん、もう真正面から返すかどっちかですもんね。その姿勢がものすごく応援したくなるんですよね、はい、パワー。お、さあチカラ選手持ち上げようとするも正岡選手こらえている。しかしこれは足を取られた。お、変形シュバイン。これ多分食らったことないですねこんなの。おお、ワンドイチ。すげえ。おお、えげつない。トランスレイブもこれも返した。
多分まさかやりにくくてしゃあないんじゃないですかね、これ。これなんですか。しかし、これはセコンドのビオレントジャック選手が椅子を。バブ、気づけ。止めてください。バブ、場外は止めたのに、ここは止めないのか。バブさん。やっぱ止めた。ここで止めました。さすがだ。大活躍ですね。やっぱ力道山のお孫さんを椅子で殴るなんて許されませんね。ああ。しかしここで再び急所蹴り。返せ返せ。さあ急所蹴りからの首固めで3カウント。いやでもこれ正岡勝ちは勝ちましたけど、はい、多分力相手にこれ苦戦したからのあの勝ち方なんでしょうね。苦戦したからこその急所蹴り、はい、もう真正面からやったらちょっと分が悪いなと思ってのああいう作戦なんでしょうね。これちょっと再戦ですね。再戦。ネフレ選手いかがでしたか。いやー多分本当になんか悪い何しても多分チカラさん返してくるんで結局、うんうんうん、だから最終的にああいうことをしちゃったんだと思うんですけど、いやでもチカラさん惜しかったですね。普通にやってればもしかしたらチカラさんがね、うん、勝ってたかもしれないんで、うん、わあ悪いやつだ正岡さんは。さあ第2試合でございます。お第2試合軍曹ドラゴンディブレグ見たい、バラモン州バラモン系ウィズ空手バラモン。えあれ放送しちゃうんですか。はい、お酒入れますか。お酒入れますか、はい、入れましょう。入れないと僕見れないっすわ。今日私あのちょっと変わったビール屋さんに行ってきてですね、えあの変わったビールを持ってきたんですが、青いビールと、ゴーヤのビールと、レモンのビールです、はい、おじゃあとりあえず僕、青がイメージカラーなんで。あ、そうなんですね、はい、青が分かるようにあの見えるコップも持ってまいりました。え、色が青い。そうです、そうです。へぇあとあの、よかったらハロウィンなのでなんか私だけ誰にも突っ込まれずにバカみたいになんかつけてるんですけど、よかったら猫ちゃんと、ウサちゃんと、猫ちゃんといるので。じゃあ僕ウサギ年なんでウサちゃんで。じゃあ私そう、なんか和気あいあいと。あら、かわいい。違う生き物。違う生き物になりましたね。すごい、ここんな、ね、そうか、ハロウィンですもんね。そうです、明日が本番ですね。はい、何気に久しぶりですよ、バラモン兄弟。いや、バラモンも久しぶりだけど、何より空手さんが久しぶりだよね。あ、そうだ、うんうん、じゃあ、青いきますか。青いきますか、じゃあ、はい、ベイスターズカラーで。あ、ドラゴンズカラーですか。なんてドラゴンズカラーですよ。ドラゴンズって何。中日ドラゴンですよ。四国アイランドリームとか。いや、違う、プロ野球です。マジで。はい、マジです。あ、すごい、本当に。え、あ、本当だ。青です。青です。分かった。しかもビールなんですよね。ビールです。ビール屋さんのビールなので。はい、すいません。これは飲まなきゃ語れない試合ですね。この試合長かったよな。そうですか。いや、本当に覚えてない。いや、多分ね、試合自体は短いんだろうけど、なんかやたらマイクがずっと聞こえてきて、もう早く始めろよって裏で思ってたもん俺。もちろん飲まないですか。まだはい。なんかね、飲むとね、変貌するらしいんだよ。変貌しないですよ。必ずこうスタジオで、ね、猫をかぶってようかな。飲もうと思ってもね、はい、飲まないん絶対。あ、飲みましょうじゃあ。はい、じきに。時期に。いや、そんなんで買ってきてくれた人が飲まないのに僕らだけ飲めないですよね。そうですよ。あら、お次しなさい。ほら、お次しなさい。ここもないですもんね。それからですね、違うの行きましょう。私、田中みな実ちゃんが好きなのでリラックスを持ってきたんですけど。あ、それじゃもう缶ごと行けばいいじゃないですか。ただ来る途中に落下してですね、これシャンパンファイトになるんじゃないかってちょっと。なってもいいですよ、別に。はい、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。もう大丈夫ですよ。大丈夫ですか。オッケー。あと、もう焦げかけてるやねえかよ、いきなり登場から。はい、この試合はですね、前回の後楽園大会で軍曹選手がドラゴンディブレ選手をエディットし直すとおっしゃって、今回この結果お説明しよう。恥ずかしい。
ドラゴンリブレン、どうしようもないこいつを俺が受けてる感じでエディットしてるって言った。はい、ただ一つ問題があるんだよ。思い出がないもんエディットできねえんだ。そりゃそうだな、確かに。そろそろ飲んでいいですか。はい、これ以上見えないさ。乾杯。ポテンシャルを確かめようとエディット前のスボディで来てもらった。今回はスボディということですね。うん、なるほどね。わかるか、お前ら全員がこいつのポテンシャルをジャッジしてどこにポイントが振り分けられるかとか、そういうのは今日しっかり見極めてくれれば今後のエディットの参考になろうってことだね。めんどくさいな、このみんな。エディットだかリポートだか知らないけど、みんな久しぶり。久しぶりです。はい、ほんまに嫌がらせですわ、これ。ほんまに嫌がらせですわ。イブリブ、加工ができてるか。面白いね、大事です。こうなったら3対2のハンディキャップマッチ。ハンディキャップでやったの。ハンディキャップ、急遽。はい、ハンディキャップマッチを承諾。この試合はハンディキャップマッチ20分一本勝負へと試合形式が変更となりました。なるほど。あんだけ言っといて変わっちゃうんですね、すぐね。さすが。そうですね、俺も戦いにいさせろと言ったものの早速シュウ選手にタッチです。いい感じで気持ち悪いですね。どちらがですか。それはエディットレスラーですよ。お、なのにレスリング勝負。はい、ストロングスタイルコールをグンソ選手が煽り、今回はストロングスタイルでいくということなんでしょうか。早くもピンチじゃないですか。これなんでまたこんな格好していきなりレスリング勝負なんですか、リブレさん。あれ、どうした。まったくまったく。どうした。これはね、うん、バラボンがいいお尻しますよ、これ。いいお尻しますよ、これ。何言ってんの。いいお尻します。何言ってんの。でもね、一番はね、空手なんですよ。空手バラボンがね、一番いいケツしてますよ。一番だらしないんじゃない体。いやいやいや、それが、ね、素晴らしいんですよ。それがいいの。はい、いや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 、お、あー、いいね。お、いきなりレスリングからのルチャ。あー、いいな。あー、いい、いい、いい。あー、いいわ。あそこの北側に座ってる女性、いいから、いいからしますね。どどれだよ、見えねえしますね。すごいな。なんだかでて、バラモンの引き出しの凄さが際立ってるぞ、はい、お前、うん、あー、いいお尻しますからね、やっぱりね。うん、いいケツしてるからね。空手が、空手がなんか、素晴らしい足しやすいね。いい足しやすいね。いいっすよ、やっぱり。さあ、ミステリアスコールが次は起こってますが、どうなるのか。なんでこんなマッチメイクしちゃったんだろうね。これは、どなたが。これもゲンタロですね。源太郎選手は結構冒険家でいらっしゃるんですね。そうですね、なんていうかな、こうよく言えば、はい、あの無難なことをしたがらない。うーん、はい、無難なのはフリーダムじゃないっていう感じなんですかね、うん、多分いろんなことを、おー、
をやってみたいんじゃないですかね。そこからまた何が生まれるのか生まれないのか、はい、もしくはリブレが消されるのか。消される、はい、それは分かんないでやってみて。結局そうです、ね、バラモンがエディットですから、はい、バラモンがあの空手バラモンを連れてきたことによってリブレがそのまま個性として消されてしまうのかもしれないし、うん、あはあ、ここは練習生 K さんがバケツをかぶってしまいました。あいつね油断してるんですよ、練習生なのに。もうバラモンが試合の時はね油断できる瞬間なんか1秒たりともないですからね。さあ何か投げてますが、パンですか。これ何、これはお客様が食べてたパン美味しそうだね。すごい美味しそうだよ。これどうしたらいいですか。え、それはもうモズヤンの好きにしてください、はい、うん、いい足しますよ、だからねこの試合だけ僕一回消えましょうか。いや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 、ちょっと待ってください、待ってくださいよ。いいな、いいな、ね、佐々木選手一緒にトークショーした時に僕は味方ですって、いい、ね、僕は味方ですって言ってたのに。足がいいトゥヨシ、足がいいトゥヨシ、いい足でした。でもフォーなんじゃないんですか、両頭ですか。いや、いい足といいお尻、いいあそこを持ってればそれで十分です。誰でも OK ですわ。ええ、はい、もう試合そっちの方でこっち見ますわなんかすごいあのモズヤが試練の時みたいになってるんですが、さあリングはボーリングが始まっておりますが、ボーリングよりこっちですね。いいな、うん、いいな、いいな。その現実逃避するのやめましょうよ、試合見ましょう。いや、こっちの方が素晴らしいからね。これいいね、これいいね、さあリブレ選手やられてますよ、リブレ選手、リブレ選手やられてますよ、リブレ選手。リブレなんかよりあなたの方がいいでしょう、やっぱりね、もう。あ、リブレ選手ではないんですか。リブレ選手ですよ、うん、リブレ選手だよ。でもね、うん、でもね、もう、ちょっと、うずいて、ちょっと、いや、私これ、あの、今日、あ、やばいな。あの、いつもなんですけど、佐々木選手がゲットでどなたを連れてくるかってなった時に、ここで抜かないでくださいみたいななった時に、今日はリブレ選手連れてきますっておっしゃった時に、これもうズラとリブレ選手絡んだら事故になるんじゃないかなってすごい思ったんですけど、まあ、すでに事故になってますけど。すごい佐々木選手はカフェブラシですけど、ははは、出ちゃうよ。あの、出すとき言ってください、避けるんで。あー、出ちゃう、うわー、やばい、やばい、あー、そんなこと言われると思った、うわー、あー、これ絶対戦える私。リブレ選手のせいですからね。それは社長に言ってください、社長が連れてきたんすから。走って帰ってきましたって言ってる方いますけど、何事かと思いますよ。有料チャンネルでございますから何が始まるか分かりませんよ。ここまで無料なんですけどね。あ、まあ、この後リブレ選手がどうなるか、もうビンビンだ、ビンビンだ、ビンビンすぎて苦しい、ああ、はあ、でも待ってください、これ全年齢対応ですよね。いやー、やばいやばい、ちびっこも見てるのかな。そうそう、ちびっこも見てますよ。ちびっこも見てるのか。さあ、交通標識、ちびっこの皆さん、こういうのもあるんだよ、こういうのもあるんだよ。やられてますよ。いやいやいや、いや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 、さあ、デビル選手の流れになってまいりますよ。もうちょっと見たいな。おー、ナイスだ、素晴らしい。さあ、場外の飛び込むヒーロー、素晴らしい、もうこれだけ見たら、おおおおおお、さあ、この辺りから、この辺りから様子がおかしくなってまいりましたが、ここからね、私はね、
こっからもビンビンになっちゃったわけですよ私は。いやいやいや、さあネギで攻撃、これすごい。ネギとマスクが合ってますよね。ネギとマスク、ネギとマスク、ネギとリブレ、棒とリブレ。もうちょっと太い棒が出てきましたけど、太い方がいいですかあなたは。人に言う、太い方がいい、長い方がいいですか、どちらがいいのかな。空手、さあ粉ですね、空手やめろ。さあ取り出したのは墨汁です。おめえら、まあね、私は目は見えてない、これはね。あ、パウダーで見えてない、うん、ただ墨汁という声は聞こえた、うん、それで察したね、察した。さあ空手選手狙いを定め、しかし抑えた。いやー素晴らしいキスだよねこれね、素晴らしいキスをしてるね、濃厚なキスをしてるよ。会場で見た時は私すごい楽しかったのにな。ははは、スリーカウントです。濃厚なキスをしてから牧人を奪うみたいな、これ素晴らしい。はい、もてやさん、みんな味方なので安心してくださいって言ってますけど、私はあの以前佐々木選手は味方ですかって聞いたら味方ですって言ったのに、今完全に安易に裏切ったので、私はもう誰も信じないです本当に。あ、もちろん、はい、おやつ買ってきたよ、おやつ、下のコンビニで、下のコンビニでおやつ買ってきたよ。それは細い棒だから買ってきたんですか。そう、細い棒だってね、それ人それぞれだからね。はい、ありがとうございます、おやつ、おやつ、細い方が好きなんですかやっぱり。おやつ買ってきてる間に第2試合終わっちゃったもん先生。終わっちゃったじゃないですか。終わっちゃった、あれ見れなかったら第2試合。いや今日見てないや。なんだ隣のビジョンとっといてた。第2試合見たかったな。さあなんとここから有料になりますので、入会するなら今でございます。これむしろ会員減ったりしない、大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫ですか。見たいだな、もっともっと見たいだな。あ、でもお芋の味がする。サグンソ選手もお客さんにこれ投げましたね。持ち込みのエディットパーツであったりとか、そういうものを全て覚えて、どうしちゃったんだ。ネギ好きなんですか。ドラゴンリブレ、棒は何でも好きなんですよ私は。棒は何でも好きなんですよ。ということで、お客様にエディット内容募集ということですので、皆様ぜひご応募。お客様に投げた感じなんですかね。そうですね、ディブル選手ご自身何かご希望はございますか。何それ、わからない、ちょっとわからない。私佐々木選手、はい、代表ですけど、はい、ディブル選手はこれでいいんですか。これはやっぱもうフリーダムズはみんなそれぞれフリーダムにやってるんで、はい、さあこの後の佐山が出にくかったでしょうね、さぞかし。はい、第3試合、進む優也正宗組対勝村修一郎佐山俊介組、はい、
前回後楽園大会で UWA ジュニアのベルトを奪還した進む選手、10月31日、はい、明日ですね、渡辺選手自主興行、はい、VKF プロレス大阪大会で勝村選手を相手に防衛戦を行うことが決定しております、はい、よってこの試合は進む選手勝村選手にとっては前哨戦となります。そうですね、あの正宗興行かなんかで、はい、タックかなんかで当たってるんです、はいはい、確か、うん、その時に進むが多分取られてるんですよね。そうですね、で取られたことで、この防衛戦を、勝村とやろうということになったっぽいですよね、はい、うん、はい、でこれが まさにその前哨戦でもう一回組まれたカードですね、これね。はい、すごい、なんかいつもにも増してイケメンに見えませんか。それはその前に見たのがひどかったからですかね。あれ、第2試合は終わってるんですか。もうあれ、第2試合は、あれ第2試合、第2試合です。第2試合俺見てないよ。あ、見てないです。見てない。第2試合、あれ、なんで第3試合になってるんですか。これは終わったのかな。終わったんすか。うん、おかしいな。途中までは見てたんですけどね。あれ、早送りとかしたんですか。これ第2試合飛ばしちゃった、飛ばされたかな。飛ばしちゃった感じですか。第3試合これジュニアの、ね、戦いだからね、はい、見たかったの。うーん、人生も早くできたら楽なんですけどね。どうしたんですか、なかったんですか。はい、さあ、佐山選手はアスカプロジェクト所属、2017年5月デビュー、はい、勝村選手は元シュート世界バンダム級王者ということで、さあ、そうですね、どんな戦いになるのでしょうか。はい、みんなこうレスリングの技術がしっかりした上でやってる選手たちばっかりですからね、はい、うん、でみんな軽量級で、はい、グランドレスリングで言えば多分勝村が多分1枚も2枚も抜けに出てる気もしないでもないですけどね。さあ、なぜかお二人ともビール空いてますけど、2本目いきますか。いっちゃいますか。ゴーヤとレモンがございます。あとリラックスもありますよ。それは僕リラックスいただいていいですか。はい、お田中みな実、あ、コップ変えましょう。あれ、いいですよ、いいですよ。大丈夫ですか。はい、いや、今日に関してはお酒があってよかった。なかったんすか。なかったんすか。もうなんか今こうやってこうやってお酒ダーンってしたいです。私こうやってダーンって。もう何をした。もずやも飲んだ方がいいです。何があったの。私も忘れたい。なんかもっともっとちゃんとしたかった。どうしたんですか。大丈夫ですか。はい、イケメン出てきましたよ。はい、本当に本当にイケメンに見えます。いや、本当にイケメンに見えます。本当にイケメンなんですけれども、なかったんですか今日。おわー、すかしますね。大丈夫です。あ、大丈夫ですか。うん、家帰ってお酒ダーンします。あ、相当ストレスが溜まってるみたいですね。じゃ、私じゃあゴーヤいただいていい。はい、ぜひぜひ。すいません、ゴーヤも緑なんです。めっちゃ飛んだ。おいおいおい、白濁液が飛んできた。もう言い方、白濁液、言い方、もうなんかどっちかれてます。今日あ全然大丈夫ですよ。はい、言い方、ほんまさかの白濁液。あ、さぜ大丈夫です。本当にとシャンパンになりましたね、これね。ゴーヤさあ、あ、ゴーヤ普通の色ですね。普通の色ですね。粒のビールです。いただきます。さあ、リングは進む選手と佐山選手。もうすごいじっくりとしたレスリングですね、はい、会場の空気を変えようと必死なんですかね、彼らも。何があったんですか。何があったんでしょうね。ただ本当にグッと引き込まれるような試合展開で、はい、空手さんが暴れたんですかね。さっきの試合そういうことにしときましょう、うん、よっしゃ。あ、いいね、あ、いいね。よし、本当に見入ってしまいますね、これね。うん、このベテラン勢の中にあってサヤバがしっかりじっくりついていってるのがすごいですね、はい、うんうんうん、そうですね、デビューしてまだ1年、うん、
1年半ぐらいですかね、うん、2017年5月デビューということなので、ものすごい堂々とされてますよね。はい、またなんかね、人間性もいいんですよね、彼すごく、あ、はい、すごい伝わってきます。すごい真面目で素直なんで、本当これからすごい伸びると思いますね。これからが楽しみな選手の一人ということですね。佐山君って元から、元々あれですか、キックのやってたんですかね。いや、詳しくは分かんないけど、でもそうじゃないかな、なんかそんなことを聞いたんですよ、うん、でもキック、打撃が強い選手っていうイメージはありますね。そうですね、はい、これ見てみるとちゃんとレスリングもできてて素晴らしいですね。お前この間文教大学で秒殺されたもんな。5分足らずで負けました ね、早かったなお前。早かったっす。さあ、スム選手にタッチ。でかいっすね、佐山くん。いや、なんかね、急にでかくしたって言ってたね。はい、うん。徹底して腕をへの攻撃。さあ、佐山選手、ここは何とかして出したいが、おお、もしかして立ち上がった。いや、さあ、サッカーボールキックに対して佐山選手もこちらに応戦。いや、重そうですね。さあ、ここで負けちゃダメだな。左で、おお、これはキャッチ。サンクルホールドの体勢、入りたいすぎり、帰れ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 、すごい対応力ですね。お、行く、お、まだ行く、お、さあ、串刺しから持ち上げ、叩きつけた、お、 PK、 ここはカウント2。佐山は、まあ、ジュニアって感じはないね。そうですね、彼は多分 そっちで行く気はないんじゃないかな。でもちょっと急激に太りすぎて、うん、動けなくなったんでちょっと痩せようかなって思ってますって言ってましたけどね。どっちの方がいいですかね。でも、まあでもね、本人がどこを目指すかだよね。そうですね。おお、ナイスキック、チャンス、チャンス、ボトルチャンス。さあ、両者なかなか立ち上がれずにいます。さあ、ここで勝村選手、進選手、明日ベルトをかけて戦う2人がぶつかります。おお、またでもそれがまた大阪なんですよね。はい、はい、ちょっと見たかった気もしますけどね。でもまあ、スムを巻いてすぐあのね、フリーダムズジュニアで何ですかね、こうやってる選手が少ないんで、どんどん外に打って出るって言ってた、まさにその言葉通り、タランタイでいきなり防衛戦を組んで、自分で組んできましたからね。おー、すげー、すごい勢い、これ伸びたらやばいですね。これは勝村ならではですね、うん、あんたはジュニア目指さないの。ジュニアですか。うん、いや、もちろん、もちろんです、もちろん、もちろんです。何、もちろんやりますよ。やる、ゆくゆくは、ゆくゆくは。まだでもその時じゃないんで。今はその時じゃない、はい、もうそれはちゃんと自覚してるんで。今は何する時だ今はとりあえずね、うん、
エディットの件があるんで、エディットの件があるんで、はい、エディットがじゃ完成したのかな。そうですね、まあ、完成した頃にはだいい感じになってると思うんで。あ、そう、あれもう軍曹さんですから。うん、軍曹さんですから、それはもうな、お前な、軍曹側か。いや、もうそれは軍曹さん素晴らしい方ですから。え、いや、もちろんですよ。お前俺に対してそんなこと言ったことないじゃんか。いやいやいや、それは誰にも言ってないだけだって、うん、ずっと思ってるの心の中では。本当かよ、はい、やっぱりね、ダブプロレスはここまで引っ張ってきてね、うん、そこのなんていうんですか、クリエイティブ的な感じの能力が素晴らしいで、うん、はい、きっと そんなこと俺に言ったことないじゃん一度も。僕はそう思ってるんで。本当かよ、はい、じゃあお前そのうち青木くんとトレードだなダブで青木くん、うん、何、まあ、なんだよなんだよ。まあそれも、いや木下くんでもいいけど、まあ、それもどうなんですかね。まあ私は軍曹さんが、軍曹さんについていくしかないんでね。マジか、はい、でも軍曹選手はお客さんに丸投げされてましたね。いや、それでもいいです結局本当ですよね、うん、結局軍曹さんは僕のことを考えてくれてるんです、うんうん、俺らは考えてないみたいじゃないか。いや、もうダブスのメンバーよりね、軍曹さんですよやっぱり。マジ、もう軍曹さんが一番っす。あの人は素晴らしい方ですよ。でもトレードって向こうがいらないって言ったら終わりだからな。いや、あの人は言うわけないじゃないですか、そんなの。え、僕のことをちゃんと見てくれてますか、ね、お前はおもちゃと思うしか思ってないと思うよ。いや、そんなことはないと思う。別に戦力として欲しがってると思えないんだけどな。いや、おもちゃでもいいです。僕はおもちゃでも大丈夫です。おもちゃでいいんだ。おもちゃでもいいですよ、もう、ね、軍曹さんの元にいればもうそれでいいです。お前、軍曹と進むの兄貴だったらどっち応援するんだよ。軍曹さんですね。マジか、うん、お前兄貴裏切んのか。それはもう軍曹さんが一番素晴らしい優しい方ですから。そうなの、はい、謎の軍曹愛だな。なんか3分前ぐらいまでは空手さんが、空手さんがすごいおっしゃってた記憶がかすかにあるんですけど、ね、記憶がちょっと断片的なんですね。そうですね、ちょっとあの、いや、あ、あれ、あ、おっと、忍者チョークで。忍者チョーク、はい、 お前と喋ってるうち終わっちゃったじゃねえかよ。僕も見てなかった、まあ、ニコプロあるあるでございますね。ニコプロあるあるですね。え、進む負けたんですか。はい、あら兄貴連敗じゃないですか。じゃあ確か前回も忍者チョークでタップということだったと思うんですが。あ、やばいですね。さあ明日どうなるんでしょうか。ちょっと勝村本気になっちゃいましたねこれ。さあマイクです。お。いかがでしたか。ちょっとこれ進むやばいですね。うん、兄貴やばいよ。そうですね、確かに、まあ、勝間さんね、寝技もできて、うん、結構トリッキーな動きもしたりするんで、うん、そうだね、はい、まあ、それをでも跳ね返してくれるのが進むの兄貴だと思ってるんで僕は。お、結局兄貴を応援するのね。あ、もうこれに関しては、これに関しては、はい、そうです。スムは何も言い返せずに帰りましたね。うん、第4試合、
さあ佐々木選手の試合でございます。さあ来ました。はい、はい、第4試合蛍光灯デスマッチ、葛西潤佐々木隆、平田智也組対武田正史吹本健二藤田実。はい、もう試合のたんびにこう試合の色合いがどん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 変わっていきますね、はい、うん、いかにもフリーダムズっぽい 大会じゃないですかこれ。でもいろんな本当に試合形式が見れるっていうフリーダムズさん最大の魅力だと思います。はい、多分僕と葛西と平田のトリオって多分初だと思うんですよね。はい、うん、すごいですね平田選手。はい、僕と平田もしくは葛西と平田は何度かそれぞれあったはずですけど、はい、トリオは多分ないですね。うん、平田のデスマッチも久しぶりじゃないですかこれ。うん、かな。しかもデスマッチであの黒パン1枚がやっぱ、うん、すごいと思いますね。ちょっとデニム履いてた時期もありましたよね。はい、忘れたんじゃないですかね。いや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 、本人はもう黒パンで行くって言ってましたから。あ、そう。はい、さあ対する吹本選手、はい、藤田選手、武田選手、アンチェインですね、入場です。ベルトを掲げて奇襲からの試合スタートです。はい、昨日の町田プロレスも超満員でしたよ。はい、うん、もうすごい武田人気で、はい、私先日町田に行ったんですけど本当に町中にポスターが貼ってあって。ああ、そうなんですか。はい、町田は 何しに行ったんですか。町田はミシンを買いに行きました。え、ミシンを買いに、はい、あのアウトレットがあるので、はい、行ったんですけど、あの飲み屋さんとかではなくて普通に街の自転車屋さんとかにもポスターが貼ってあって、本当にすごい地域に密着してなんかすごいなって思いました。ただのプロレス工業じゃないなっていう空気はありましたね。なんか街を上げてみたいな、あの、ね、市長さんとかも いらしたし、なんか地元のなんですか、あのアイドルの子たちとかもいたりとかして、街を上げた本当にまさにお祭りって感じでしたね。さあリングは葛西選手、武田選手。おー、危ない。おお、しかし蛍光灯に振られたのを意図もせず攻撃。もう開始数分で蛍光灯がだいぶ減りましたね。うん、この武田選手の自身のダメージを意にも止めずに攻撃する姿勢、すごい武田選手の魅力の一つだなと思います。はい、多分そうなってこないとエンジンがかかってこないんですよね、きっと。さあ場外へ、武田選手手にしているのは蛍光灯の破片、そしてリングは佐々木選手、吹本選手。玉津バクシー出し、おお、そして蛍光灯を挟んでのミドルキック3連発。サイケー、あー、しかし、やっと、これあのフッキーのラリアットで割れた蛍光灯が浮き目を取った後に自分の顔面に落ちてくるっていう二次災害が起きたんですよ。さあそこにさらに蛍光灯さんでのヘッドバット。さらに破片を額へ、あわわ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 
まあでもこのメンツに入って遜色ない平田ってすげえなとですね、気がつけば、あっち言ってももうすぐデビュー1年ですからね。はい、だって組んでるの代表とデスマッチのカリスマですからね。ああ、なんかそこにいてなんかこう、はい、なんかなんすかね、こう、ああ、あいつかみたいな、なんか、うん、格落ち感がそんなにないっていうか、うん、はい、体がでかいのもありますけど、うん、なんかこうなんかやってくれそうな期待感もあるし、うん、あのね、オープニングのあの大
頼りないマイクとは打って変わって試合になるとなんかとてつもないなんか期待感みたいなやっぱありますね。はい、本当にガラッと人が変わられますよね。これ本当に痛かったですよこれ。さあ藤田選手が笑顔で取り出したのはこちらはおろし金でしょうか。はい、おろし金とガジェットボード素人目から見ると似てるなと思うんですがどうなんでしょうか。あ、どちらが痛いとかあの何ですか、針というかその刺さる部分の長さでいうと、はい、あのガジェットの方が全然長いです。はあ、ガジェットの方がやばいですね。うん、でもするんですもんねおろし金は。はい、だからまたあの痛さの種類が違いますよね。同じじゃないですね、痛さはやっぱ違いますね。やっぱ蛍光灯の痛さと画鋲の痛さも全く違うし、はい、よくあのね、いろいろありますけどデスマッチアイテムどれが痛いんですかって聞かれるんですけど、はいはい、痛さの種類が全部違うんで、はい、だから比べれないんですよね。こっちの方が痛いですとかは。さあ額への攻撃が続く。これ本当に武田僕の頭にも本当ザックザク刺して今ので出血量が一気に増えたんですよね。あとで、あの、よく、この日から3日間ぐらい、あの、頭ちゃんと洗えなかったんですよ。頭の中ザクザクなってて。だからそういうね、デスマッチが終わってもね、デスマッチは終わらないんですよ。傷が残るわけですもんね。うん、いやー、やばいやばいやばい。おー。さあ、しかし受けた。おーし。効かない。おー。血が目に入ってね、コーナーよく見えないんですよね。うん、ね、さあここで葛西選手へ。さあ串田衝撃投げっぱなしやまん。陥没。最高エルの中持ち上げようとするが武田選手こらえる。もう蹴ることないですもんね。さあランニングに。おお、番返し。さあエルボーの打ち合い。選手へ。さあ一撃で倒した。さあなんだ、うわうわ、割れない。あ、もう一発。あ、お、平田行くか。さあ平田選手へ。ああ、重い。もう腰がえぐれてます。あ、そう、はい、顔もだいぶもう流血されてますね。そうですね。先ほどの場外でしょうか。おお、倒れない。あ、しかし倒した。腹筋動きいいな。さあ藤田選手へ。
相変わらずサラサラっすね。おお。さあ連携攻撃、フラップジャック。これはロッキンポと腹筋ポですね。腹筋ポ。腹筋ポ。可愛いですね、なんか息が、はい。いつもタイミング合わない腹筋ポがタイミング合いましたね今日。さあそして藤田選手蛍光灯の束をセット。やばいやばいやばい。ああこれやばいやつだ。行くないか。さあさよならの体勢から。うわあ。怖かった、はい、間に合った。さあ平田選手結構長時間捕まっておりますね。そうですね。おおおこれでね、そのままやられちゃったらもう平田いいとこないもんな。お脱いだ。さあ藤田選手脱いでコーナーへ。あ俺いつも蛍光灯持って飛ぶんですけどね。しかし平田選手蛍光灯を避けました。食らってね。すげえ、もうダメ。おお。およく逃げた。さあ佐々木選手、さあ来たぜ。おさあ惜しいところもらった。おさあトップロープにかけ、流れ着き見えますか。顔からの出血が凄まじいですね。武田ですねこれ。多分武田にやられたやつですねこれ。頭ザクザクでしょ、頭の中。おわあ、やばいやばいやばい。返した。ディディディ。さあ、さあ叩きつけ、そこへパルハバスプラッシュ。おお。ここはカット。平田ちゃんと押さえとけ。さあ蛍光灯の束へディーガイスト。しかしカウント2。粘りますね。チャンスチャンスチャンス。さあ再び蛍光灯の束を取り出した。はい、うわさあ束を右足蹴り抜いた。さあ勝ちました。さあ勝ちました。素晴らしい右足でしたね。いや藤田実の粘りもすごかったですね、うん、彼もね昔はここまでのデスマッチをやるタイプじゃなかったですけどね、パールハーバースプラッシュを返して、D ガイスを返して、はい、ですもんね。
さあマイク。言葉を受けて一応12月6日に予定してる。お、じゃあ12月25日誰がお前とも辿り着くか。俺ら所属4人で競って決めさせてもらうよ。いいな。決めるつもりはね。おい、一番強いやつが挑戦すればいいんだろ。だったら笠井潤しかいねえだろ、ばっかりだろ。まあそれぞれあるけど、俺は所属とかそういうの関係ない。いつでもこのリング上がってる時はフリーダムの所属として攻め上がってる。誰が何と言おうと今のチャンピオンがこの俺だ。誰も分かってない。そして12月に俺だけ KMC を防衛して来年も助けたことして投資明けだ。はい、さあデスマッチ戦線 KFC のベルトをめぐって、そうですね、だ 12.6、はい、新木場で、はい、今名乗りを上げた4人で、はい、まあワンデートーナメント、うん、まああの組み合わせはまだ未定ですけど、はい、ワンデートーナメントをやって12月6日勝ち上がった人間が、クリスマス武田正史に挑戦という感じになりそうですね。
はい、はい、佐々木選手もワンデートーナメント出場されるということですが、そうですね、はい、いかがですか、いやもうあのね、まあ正直大変ですよ、いろんな意味で、はい、大変ですけど、あともうね、ああやってね、もう葛西にいろいろ言われてね、もちろん悔しくないわけもないし、はい、まあ武田がああやってずっとねベルトを守ってきて、でそれなりの試合も見せてくれて毎回、まあ頼もしい反面やっぱりあのね、そこだけにずっと持たせてるわけにもいかないし、また新しいフリーダムズもしくはあの、今まで引っ張ってきた俺らの戦い、いろんなものをやっぱこれからもまた見せていかないといけないんで、そのためにやっぱこう12月の新木場と後楽園のこの2大会、はい、本当にあの来年10周年を迎えるフリーダムズの本当に柱になる戦いになってくるんじゃないかなと思います。まさに2日間見逃せない大会と、ね、そうですね、はい、さあ第5試合始まっております。セミファイナルシングルマッチ、はい、ビオレントジャック対源太郎、はい、またこれまたねあの色合いが全く違う試合で、はい、でまあ、源太郎対ジャックのシングルになった以上は多分おそらくジャックは、まあ、デスマッチではない普段見せないメキシカンスタイル、はいはい、ジャベを中心な試合をですね、おそらく見せてくれると思います。はい、一回ね大阪でね、はい、いつだったかな、1年半ぐらい前ですかね、このカード組んだことがあって、その時も全くデスマッチアイテムが出ない、本当にあのレスリング、あの要はジャパニーズレスリングとメキシカンジャベの攻防っていう試合が実際あって、それがまたかなり大阪のファンに高評価だったんですよね。その時も最後は確かジャックが勝ってるんですけど、もう本当最後の最後までわからない、はい、展開だったんで、それちょっと東京のファン、お客さんの前でもちょっと見せたいなというのも一つありですね、はい、うん、あの先ほどもフリーダムズさんという団体はいろんなプロレスが見られるのが魅力だっていうふうにおっしゃっていたんですけれども、はい、各選手も本当にいろんなプロレスを見せてくださる選手がすごく多いなって思います、はい、だジャックに関しては特にその引き出しの多さというか、はい、そのなんかデスマッチで暴れてるイメージがやっぱどうしても一番強いと思うんですけど、はい、だけじゃないよっていうのをね、うん、こういう試合でちょっと見てもらいたいなと思いますね、はい、ジャックはゲンさんとの対戦を楽しみにしてましたからね。はい、あえてグラウンドっていうかレスリングで勝負したいって言ってましたね、うん、いやでも本当に彼の引き出しの多さはすごいと思いますね、うん、彼は試合前とかたまにこう練習アップとかしてるのたまに会場片隅から見かけることとかありますけど、要はもう僕らですら見たこともない技とかポンポン出てくるんですよね、うん、え何それみたいな、うん、そういうのをあの普段試合で見せずに、要はあの締まってる技っていうんですかね、はい、うん、はい、そういうのが多分本当にもう底なしなんだと思います、うん、まだまだ秘めてるものがたくさん、はい、あると思いますね。で多分僕らとかそれこそね葛西とかそういうアンチェイン勢とデスマッチをやる時にはあの出さずにしまっておいてある技が多分この試合で存分に出てくるんじゃないですかね。きっとそういった意味でも楽しみっていう意味だったんですね、はい、それでいて若干飛んだりとかもできるんで、はい、もう本当に誰が相手でも本当に遜色なくすごい試合ができちゃうタイプですね、うん、いわば去年かな、はい、去年あの横浜でイベント試合でやったあのビオレントジャック対チカラっていうカードがあって、はいはい、それもとてつもなくうん、もう名勝負だったんですよ。すごかったですね、あれもすごかったよな、はい、ベストパウンドでしたね、うん、もうそのちょっとイベントお祭りみたいな感じだったんです街の、はい、その街中がの人がリングを囲んで、うん、その
チカラ対ビオレントジャックをこの食い入るように見てる姿が、うん、もう本当昔の力道山さんってこうだったんだろうな、うん、みたいな、最強外人に挑む姿みたいな、うん、でそれをまたあの真正面から受けて立ってコテンパンにやっつけたジャックとかもですね、うん、あすげえなと思いましたね。あれは本当とてつもなく僕印象に残ってますね。すごかったですね。ねえ、商店街です。商店街の端から端までびっしり人が埋まってる、本当にその人の波の、あの一番端っこが見えないぐらいびっしり人が埋まってた人たちがもうみんな食い入るように見てたん でみんなすごい力力大声援を送ってて、はい、これぞプロレスだなと思いましたね。やっぱり大きな外国人の選手に立ち向かう日本人選手の姿って、はいはいはい、きっとプロレスをあまり見たことない方にも響く、響きますよね、はい、しかも真正面からもう小手先の技術とかそういうの一切使わずもう真正面から行く力にもみんなやっぱ心打たれてましたもんね。さあものすごい体勢になっておりますが、はい、これも偶然なったとかじゃなくてそれ狙ってますからね、はいはい、またそれまた切り返すゲームもすごいですね、うん、あっという間の5分ですね、はい、ほらほら、打ち上げた、あバックブリッカー、危ない、あこれはこれいつもゲンがやるやつじゃん、これそうですね、うん、ゲンさんも耐える、両足で決めた。そうですね。ゲンさんのレスリングをジャベで返すジャック。うん。ジャックのジャベをレスリングで返すゲンさん。うん。すごいですね。もうもうすまともなこと言ってるね。ああ。うん。今日はケンタロウは赤いタオル持ってきました、これ持ってきてないんです、今日持ってきてないです、はい、ほら、これは何かの意思表示なんですかね。ただの私、この日初めて北側で拝見していたんですけど、はいはい、あ、本当にちょっとしゃくれって出てると思いました、はい、入場がすごい北側だと同じ高さで見れるので、はい、しゃくれ具合がよく見えました、はい、あ、これ本当だったんだって思いました、はい、ケントリーさん、これタオルをまたコーナーにかけた状態でもこれシングルマッチだから、あの安心してください履いてますよが見れないですもんね、これ今日は。あれ素晴らしいゲントニオムーブだったのにな。あ、それでシングルは持ってこないんですかね。タッグマッチでコーナーに1回分しかタオル持ってこない。シングルマッチはあの必要ないから持ってこないんですね。フィニッシュ、おぉ、いや、ひれひれ、容赦ないですね。結
結構スッて入るからあれですけど、結構一つ一つが結構えげつないですね、うん、決め方が。また重量もありますから、うん、さらにパワーにプラスされるものがありますよね。ですね。全然こうなんすか、ブレイクしないですもんね、はいはい、ずっと離れず、ずっと組み合ってお互い決め合いっこっていうか、切り返してるんですよね、はい、これもうあれですね、こうなってくるといつ終わってもおかしくないんで、うん、もう片時も目離せなくなるやつですね。おーおお、なんでちっちゃい声で言ったの。さあ足かん、足首、あー弓矢固め、さあしかし、これはあれですね、さあそこからひっくり返しての、お、お、あ、あ決めづらい、バーロープ、一つの技を決めるにもジャッジ選手の重量に対する健太郎選手のパワーがここまで継続するっていうのがものすごいなと思う。はい、そうですね、うん、お、一旦エスケープしましたね、はい、場外へ、あの、はい、場外へ、初めて私は見たかもしれないです、場外源太郎選手が飛ぶところ、本当にね、はい、年に1回するかしないかですかね、うん、結構なんか予告なしに来ましたね、うん、さあ何が繰り広げられてるんでしょう、グランドでジャベ、グランド、グランドしてる、場外で、場外でグランドしてる、意外と普通にリングアウト狙いとかするからね。さあ、で、チュエ、あ、入れない、入れた、完璧、いいですね、この大技が出ない感じが、うん、お、珍しい、なんだ、さあ登るのか、あー山崎選手立ち上がった、お、トップ、さあなさあブレンバスター、大技らしい大技やって出ましたね、終わりだーって言いましたね、日本語で。
お、これあれじゃない、なんだっけ、高い、あー、あー、おっ、おっ、魔性のスリッパ、あー、惜しい、おお、確かに持ち上げた、おお、投げ切った、すごい、確かしかした、本当あれですね、なんか大きい外国人と、ね、うん、選手戦う、うん、本当猪木さんみたいですね、おお、来た来た、言ってそうか、来た、王道ですね、猪木、猪木、猪木、なななななな、さあこの対戦、戦った、やばい、あ、これあれだ、なんだっけ、新技、アマテラン、あーあー、残念、はい、全体を通して本当に見入ってしまう、なかなか渋い試合でしたね、はい、その上で最後は大技、はい、あ、アマテランでしたっけ、アマテランという新技ですね、はい、いや、濃かったですね、もう本当に見入るように、はい、本当に良いプロレスリングを見たという、はい、いうコメント通りのプロのレスリングとはこれだって感じですね、はい、いや、幅広いですね、フリーダムさん、うん、あんなのからこんなことまで、まあ、あんなのが何を示してるのか私にはちょっと分からないですけれども、ああ、はい、僕もお菓子買いに行ってたんで分かんないですけどお菓子食べよう食べましょう、はい、飲みましょう、もずやさん飲みましょう今いない好きにだいぶあのですね、リプレ選手があの開けまくってですね、缶を、もう、ね、貧乏症なんで ね、 なんかあったら全部飲んじゃうんですよね、ピンからキリまでって書かれてますけど、何がピンで何がキリなのか本当レスリング対ジャベからね、はい、デスマッチから、はい、ジュニアの試合から、うん、ね、しょうもない試合まで幅広いですね、フリーダムズ、はい、そしてメインイベントでございます、はい、第6試合キングオブフリーダムワールドタッグチャンピオンシップ次期挑戦者決定戦、はい、マンモス佐々木、一馬坂本組対杉浦徹亀井組、はい、こちら勝利したチームがビオレントジャック正岡大輔組の持つ KFC タッグのベルトへの挑戦権を手に入れることができます。リベル選手何やら抱えて戻ってまいりましたが、はい、なんかこれスタッフの方にどうぞって感じでいただいたんで、ちょっと飲みますね。ビンゴといっちゃうやつ？ビンゴと、あ、それゲンさんですね。うん、ビンゴといって勝手に潰れるのやめてね。です。潰れたらあそこに落としますよ、あの川に。怖いですね。でも落としますよって言っても多分持ち上がらないですね。手伝いますよ。あ、本当ですか、はい、あ、そこは味方なんですね。心強いです。なんかストレスがあったんですか、うん、大丈夫ですか？いや、もう人生ストレスしかないです。人生ストレス、なんかあったんですか？人生ストレスです。もう嫌なことは記憶から消しましょう。もうモズヤマミの人生相談。でもこれ終わんないですよ、そんなこと。終わんない、終わんないんだ。終わんないんだ。日頃の何があったんだ。そんな第二試合なんてもう楽しい思い出ですよ。そんな第二試合が楽しい思い出。お、岸かけた。さあ、始まりました。要はこれがあの次期、はい、KFC タッグ王座の挑戦者決定戦になって、はい、勝ったチームが、次の新競馬大会11月21日のフリーダムズ新競馬大会で、はい、王者ビオレンドジャック正岡大輔組に挑戦と、はい、そうでございます、いうことですね、はい、でこのカムイと杉浦は、はい、あの両方ともあのマンモス佐々木とタッグを組みたいと、はい、ずっと言ってきて、そのマンモス佐々木のパートナーの座をカズマ坂本に奪われてしまった2人と、はい、要は振られた2人が振られた者同士があのくっついてしまうという、なんかね、たまにこう恋愛でありそうな、しかもこれ入場される時に、はい、マンモス佐々木選手が完全にカズマ選手に染まってるじゃないですか。染まってましたね、はい、これはあの振られた側からするとものすごく辛くないですか。ものすごいあの本当に傷口に塩塗られるぐらいの、ここに来ますよね、はい、え、マンモスさん、そこまでカズマのことが好きだったの、うん、みたいな感じですよね、きっと、うん、さあ、振られた者同士が結託して、おお、
おお、すごいすごい。しかし強い。わあ、いや、あ、膝をいった。一番のウィークポイントいきましたね。本当に一度は愛した人なのに。はい。本当ですよね。愛した人なんですね。愛ゆえにちょっと辛く当たって、本当に痛そうじゃないですかこれ。愛ゆえにちょっと辛く当たっちゃうところなんですかね。いや、愛は一回裏切られると憎しみに変わると。何かあったんですか。何かあったんですか。モゼヤ。ちょっと。なんか私憎まれてるために何かあったのかと言われてる気もしますが。いやー、もうそれね、もう全部こう巻き散らした方がいいですよ。心の中で抱えてるとね、どんどんこう辛くなってくるから、もう電波でどんどん発信した方がいいですね。いや、電波に、もう電波に乗せられる話じゃないですもん、私の闇なんて。そうなんですか。そんな、うん、本当に闇ですね。リブレが一晩中聞きますよ。ニコプロの一番組を借りてもう全部言ったらいいんじゃないですか。ああ、そうね、そういう番組作りましょうよ。モズヤの闇みたいな、うん、それ見てる人だんだん辛くなってくるだけですけど、大丈夫やりましょう。番組のお友は佐々木隆史。なあ、聞きますよ僕。で、でも佐々木選手は嘘つきだって私分かりましたもん、第2試合で。それだけは覚えてます。佐々木選手は信じない。何の話ですか。佐々木選手は私を裏切った。裏切ってませんよ。何があったんですか。まあでもおかしくない。これはあの、あれです、あの、好きだからこそこうね、あの、我が子を他人に突き落とす獅子がごとく試練を与えたんですよ。こっからもうぜ、這い上がってこいみたいな。でも私、あの、死にかけのチワワみたいな感じなんで、もうあの、崖から最弱じゃないですか、最弱。死にかけのチワワって面白いな。そのちょっとフレーズいただきます。あ、じゃあぜひ、あの、最弱のチワワキャッチフレーズに。はい。最弱のチワワ。さあ、試合に集中しましょう、はい、しましょう。さあ、神戸さん頑張ってますよ。うわ、なかなかいい大人になってあんな風に持ち上げられること、そうそうないですからね。また投げられる位置が高いですからね。はい、マンモと試合するとなんですかね、こう、あ、子供の時にされた高い高いってこんな感じだったかなみたいなのを数十年ぶりに味わえるんですよ。うーん、私思っちゃうんですから。本当だよね。普通に倍ぐらいあるもんな。そうですね。はい、この前のアンチェインナイトでしょ。違います。うん、あの、杉浦さんがプロデュースした大会。ああ、ダムズフェス。はい、ダムズフェス、うん、あそこでランブルの最後に、うん、マンモスさんにパワーボムされたんですけど、うん、なんか周りの反応を聞くと本当におもちゃみたいって言ってました。本当に叩きつけられてた。うわぁ、うわ、膝痛そうですね。前半散々膝を狙った攻撃続いてましたね。はい、序盤で膝やられてて控え室ずっと引く氷やってました。そうね、うん、いや、でもカズマも昨日の町田プロレスで、はい、あの、もうどういう組み合わせか忘れましたけど、もう、いや、みんなでっかい人ばっかりの中に入って6人タッグやってて、まあまあそのでかい人たちの技をもう片っ端から行き切ってて、まあ、最後は残念ながら負けてしまいましたけど、これ逆にカズマの受けっぷりすごいなと思ったんですね。これだけのメンツで相手に真正面からやっぱそうそういけないですからね。で、別にそれをかわしたりすかしたりする技術をいくらでも持ってるはずなのに、そういう手段を選ばないで、もう真正面から行った上で、まあ、結果玉砕はしてしまいましたけど、はい、そこはやっぱカズマの凄さだったなと昨日見てて思いましたね。カズマ選手も町田が地元なんですよね。ああ、そうみたいです、はい、そうみたいです、はい、町田出身のレスラーの方って多いんですね。いや、意外といるんですね。でかいな。この2人並ぶと本当に大きいですね。あんなタックル食らいたくないですね。普通にこれでカバーされるだけでしんどいもんな。いや、もう本当重いです。デビュー戦マンモスさんですから自分。そうだね、
デビュー戦当日まで知らないって知らない。何しても効かねえみたいな。そうだよね、はい、フォールしてもふわってなりましたからね。返されるってピヤってなりました。あ、そうそう、修二、諏訪間さん、良二、対大輔、日野一真ですね。昨日の町田プロレス、修二、諏訪間さん、良二とでかいですからね、みんな。この中にお前入ったら、なんか本当、いや、おもちゃですよ。虫だよね、虫、はい、砲丸投げされますこの6人で歌舞伎町を歩いてもらいたいですね。なんでどういう反応するかちょっと見てみたいですね。うん、まあ道が開くでしょうね。はい、モーセでしたもんね。でしょうね、うん、あんなに人がいるのにそこだけサッてなるんでしょうね、きっと。その前から開きたいですね。はい、ちょっと、ああいいですね引き連れてる感じ。はい、その中にちょっとマンモーも入れたかったね。ああね、うん、マンモーも入れてね、うん、その試合見たかったな。うわ、そろそろ流れを変えたいところ。あ、ゼロ戦、反撃、ゼロ戦キック。なんか奥に虫みたいなやついましたね、こちらと。変な格好してない、ね、気持ち悪いやついましたね。立ってる時にすごい綺麗に足をクロスして立って出して、そのちょっと気になる方が気になる方がクロスさせてたんですか。はい、すごい綺麗な立ち方しててうわ、すごい、なんかちょっと私は集中力をそがれてます試合に集中してください。お、杉浦も動きいいね。もうすぐパパですからね。お、うわ、杉浦選手も割と大きい方だと思うんですけど、全然身軽ですよね。100キロなって、あの跳躍力落ちないのがすごいですね。重たいエルボー。だから本当は近い将来このシングルを、ね、このマンモス対杉浦をどっかで組んだ時に、杉浦が真っ向勝負でやっぱ勝たないと意味ないと思うんですよね。真っ向勝負でこういうエルボーならエルボーでもう負けじとマンモをなぎ倒すぐらいの試合を本当見せてほしいなと思いますね。それは本当フリーダムズ10周年を迎える来年、おお、はい、来年のテーマかもしれないですね。おお、エルボーで倒しましたよ。おお、杉浦選手のすごい、なんか気持ちがすごい伝わってきますよね。そうですね、うん、あと本当お祭り男なんで、うん、イベント試合には欠かせない、うん、はい、この前文京でなんかやってましたか。文京でなんかあの文京マスクっていう文京大学のヒーローのマスクマンいたんですけど、はい、なんかコロバタやった瞬間にマスク吹っ飛んでてね完璧杉浦さんでしたね。いやいや違うだろ。違うんです。あれ文京マスク似てる人ですか。似てた。ああそう、はい、めっちゃ似てましたから。似てたね。コッシュも全く一緒になって着てましたからね。あ、なんか黒に青のライン入ったの、はい、入ってたね、はい、違うんですかね。でも後ろから金髪覗いてたもん。ああ、じゃあ違う。じゃあ違うよ多分。なるほど。まあ世の中に似てる人3人はいるって言いますね。そうですね。そうですね。ドッペルゲンガーですね、はい、私もう2人と会いましたから。うん、お、マジで。あと1人で私死にますよ。あら、ご愁傷様です。あたーす、お疲れ様でした。この辺までぜひって言いそうになりました、ね、おお、なんかあったんですか私と。もずや多分あれだよ、今晩一晩かけてお前に似てるやつ多分探すよ。探しに必死に紹介されますよ次。うわー、吹っ飛ばした。串刺しエルボー。カムイもね、あの怪我が続いて長く欠場してて、はい、復帰した後、まあ頑張ってると思うんですけど、はい、やっぱこれといってまだあの、ね、ベルトなりなんなりちょっと残せてないんで、
ちょっとこの辺杉浦とのタッグで挑戦して、ね、かつてはタッグを組んでた正岡が今はねそれを裏切ってジャックと組んで今チャンピオンなんで、で前回のコラケかな、もうマスク引っぺがされてもう相当怒り狂ってたんで、もうそういうのをねこう結果になんとか結びつけて欲しいなっていうところありますね。なかなかちょっとね結果が追いついてきてない感はまだあるんで、うわフェイント入れてのトラスキック、さらにもう一発的確ですね。身体能力だったり技術ももちろんなんですけど、ものすごくクレバーな戦い方をされますよね。そうですね、はい、でかくてて頭がね切れるって言ったらちょっともう困っちゃいますね。お前ちっちゃくて頭悪いのにな。そうですね、本当に、うん、いいとこないもんな。いやもう本当そうっすよ。うわこれは厳しい。嫌だこれは、これは嫌だ。ありがとう。膝ほら杉なんとかせ。さあ試合が始まった。杉浦選手見事です。お気をつけください。カムに託したかな。お、さあそしてカムイ選手はコーナーへ。しかしまんま佐々木選手立ち上がった。ああ目開いたくないよね今の感じ。杉浦さん、さあしかし杉浦選手、おお、さあ2人でダブル、おお、連携でのそのまま場外へ。おかむい杉浦チャンスですねこれ。さあ場外へ向けて杉浦だ。おさあ杉浦選手が続くのか。お気をつけください。うわーノータッチ、すごいな。サーリングへ。チャンスチャンス。カムイもこの間の後楽園でカズマとシングルやって勝ってますからね。はい。ね、それもあるんで、そこもまた勝ちたいところですね。うん。おお、軽々持ち上げた。さあ再びコーナーへ。よし。しかしここはカット。うわしかし負けずに打ち込んでいく。杉浦さんも引かないですね。よし、さあ容赦ダウン。いいや、ね、杉真っ向勝負いってるね。はい、
おお。あ、レフリーを縦に。あ、ドッキリ。うまい。今レフリー見てないですね、完全に。わあ。さあここで叩きつけ。さあファイアバードかな。ちょっと距離を取る。もういる。さあ、決めた。カットで29歳だったじゃん。これぞマンモス佐々木選手といった感じです。せっかくのチャンスが一気にゼロだね、これ。さあ、スイッチ式。うわ、おお。さあトップロープを用いてのネックスクリュー。やばいやばいやばい、カムやばい。おお、おお、パッケージファイル。パッケージ開催。スリーカウントです。いや、頑張ったんですけどね。はい、カズマ、坂本、マンモス、佐々木組が勝利。 KFC タッグチャンピオン次期挑戦者となりました。これを、11月21日の新木場大会で、はい、ビオレントジャック正岡大輔組対マンモス崎一馬坂本の防衛戦が決定ということですね。はい、はい、これで11月の新木場と12月の新木場のそのさっき言った、KFC の挑戦者決定と、はい、ワンデートーナメントと、でまた勝ち上がったもんが12月25日に武田正史のベルトに挑戦と、まあ、年末のね流れがちょっとザザとこの大会を機に決まった感じですね。はい、またデスマッチでない試合がメインイベントというのはフリーダムズでは少し珍しいかなと思っているんですが。あ、そうですね、はい、もう全くメインイベントにふさわしい、セミメインどっちもデスじゃなかったんで、はい、そうですね、はい、ちょっとだけ舐めてましたよ。でも、すげえ強かった。今日はありがとうございました。次のタッグビルドのチャレンジャーは、おめでとう、マンモス佐々木だ。どうきた。まだ何も言ってねえの。おい、正岡、そしてジャック、もう一度言うよ。次のチャレンジャーは俺とマンモスさんだ。いつやるかなんかどうでもいい。いつだっていい。どこでもいい。路上だっていいよ。ちょっと言い過ぎました。でも俺とマンモスさんとはもっと上目指せる。お前らのベルトなんて簡単に取れる。俺たちはそう思ってるんだよ。何も言わない。
バンモス鈴木カズマ、おめえらが何言おうとまだまだ俺らの心に響かれたんだよ。ちょっと何を言ってやるよ。おい、なんだかんだ言って響いてんじゃねえの。おいおい、マサ、俺一個だけが引っかかってたからね、見てもいいのマサ。おい、俺と杉から出るぞと思ったときにお前らはパワーだけど、俺らは相撲で取ったって言うから、俺はお前のことをフリーダムスイッチでアホいや、お前さん待ってください、これは本当にアホなんですよ。おい、マサ、お前そのベルトを俺らにとって頭が賢くなるように29歳の10発以上ぶつ込んだろ。カズマと俺やったらワンチャンスや。杉、構え、お前らも挑戦してこいよ。じゃあ、またね。ジャッケ、またね。次は俺たちだから、おい、俺とマンモスさんならどこでも上目指せると思ってます。皆さん、お願いします。ありがとうございました。うん、はい、今まさかのアホはバレてましたね。アホなんですか？なんか全然そんなイメージがないんですけど。いや、アホですね。もう正真正銘、はい、もうダントツフリーダムズ1位だと思います。はい、そんな一面も見られる時が来るんでしょうか。はい、はい、さあということで、では第1試合から簡単に振り返っていきたいと思います。はい、はい、第1試合シングルマッチ正岡大輔対1から首固めで正岡選手の勝利。ああ、はい、そうですね。どんな戦いになるのか予想が難しいカードだったと思うんですが、いかがでしたか。はい、まあ、だから真正面から言ったら分が悪いと思って、ね、戦法を変えた、まあ、正岡の頭脳勝ちかなと。はい、はい、力くんにはそういうね、戦法を変えるっていうのが今日ないですからね。はい、全てがもう真正面からなんで、はい、そこをうまく透かしやがったな、あの野郎みたいな感じですかね。はい、そして第2試合、試合形式が変わりまして2対3ハンディキャップマッチ、はい、軍曹ドラゴンデブレ組対バラモン州バラモン系空手バラモン、こちら墨汁ミストからの片エビ固めで軍曹ドラゴンデブレ組の勝利。はい、はい、デブレ選手 いかがでしたか。いやー、 今もあんまり見てないんで、前半の部分しか見てないですし、試合もね、最後の方本当に記憶ないんで、覚えてないんであれなんですけど、うん、なんか僕が勝ったみたいで、はい、はい、あ、勝ったんだらしい、らしい、まあ、結果見たらそうやってなってたんで、はい、あんま勝つ試合ないもんね。いや、ありますけどね。ある、はい、まあまあまあ、でもまあ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 、結果的に勝てたんでね、良かったんじゃないですか。良かった、良かった、はい、今後どうエディットされるのか、ファンの皆様と作り上げていく、はい、そうですね、みんなで作り上げていきましょう。はい、楽しみです。はい、第3試合タッグマッチ、進む優也正宗組対勝村修一郎佐山俊介、忍者チョークで勝村修一郎佐山俊介組の勝利しました。はい、はい、UWA ジュニアの前哨戦は挑戦者勝村選手が勝利を挙げたということで、そうですね、ボーイ様、はい、明日大阪の VKF プロレスにて行われます。はい、ね、よその団体で行われる防衛戦の前哨戦を自分のところでやっちゃうっていう、うん、なかなか珍しいパターンでしたけど、はい、まあでも大阪のちょっとファンの方々はちょっとぜひこれを見てですね、はい、あの明日進むの応援にぜひ VKF 行ってあげてください。うん、はい、はい、ちょっと心配な感じの試合でしたね。はい、そうですね、2回ちょっと負けてしまっての防衛戦1回目ということでね、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして第4試合蛍光灯デスマッチ、はい、笹井純佐々木隆平田智也組対、はい、
武田正史、吹本健二、藤田実組、はい、右足ウィズ蛍光灯で笠井純、佐々木隆、平田智也組の勝利です。はい、ありがとうございます。はい、佐々木選手が見事大活躍で勝利を挙げたということですが、はいはい、試合後武田選手のベルトに佐々木選手、笠井選手、平田選手、正岡選手が名乗りを上げました。そうですね、まあ僕の中ではもう本音を言えばもういつでも挑戦っていうのはあるんですけど、はい、ただ今ここに来て、これといった実績を何も残せてない、それは勝ち負けもしかり、試合内容しかり、なかなか残せたものがないっていう状況で、まあ、今こう胸を張って名乗りを上げれなかった状況もあって、で、まあ、今回10月に入って、沖縄大会と、あとこの新木場大会と2大会デスマッチで、まあ、自分が、まあ、ピンボール取って、で、まあ、やっとちょっと言える時が来たかなというのもあり、あとはやっぱりもう一つ言えば、8月、フリーダムズの後楽園で、まあ、葛西が20周年、自身の20周年記念大会で挑戦して、まあ、武田に勝てずと、でその後、まあ、タランタイさんですけど大日本プレスで、まあ、伊藤隆二が挑戦して、武田に勝てずと、はいはい、そういうのを見てきて、やっぱり同世代というか、ね、昔からこうしのぎを削り合ってきた仲間たちがことごとく敗れていくのを見て、まあ何も感じないわけではないし、はい、という意味では、まあ、このタイミングしかないのかなと思っての表明ではありますね。はい、はい、あとはもう次のね、12月のトーナメント勝ち抜かないことには、はい、武田の元にはたどり着けないので、はい、まずは12月に向けて頑張りたいと思います。はい、はい、そして第5試合シングルマッチ、ビオレントジャック対源太郎、新技アマトゥランでビオレントジャック選手の勝利。はい、グラウンドでの熱い攻防が繰り広げられましたね。いやー、あれすごかったですね、うん、なかなかうちでは見れない、うちでもなかなか見れないような勝負だったんじゃないですか。素晴らしかったですね。はい、そして第6試合メインイベント、キングオブフリーダムワールドタッグチャンピオンシップ次期挑戦者決定戦、マンモ佐々木一馬坂本組対カムイ杉浦徹組、はい、パッケージパイルドライバーで一馬坂本選手がカムイ選手から3カウントで勝利、うん、マンモ佐々木一馬坂本組が KFC タッグチャンピオン挑戦権を手にしました。そうですね、はい、いやでも次がね、新木場でジャック正岡対、はい、うん、ね、マンモス一馬ってなったらやっぱり、はい、王者とはいえもう体格的にもう二回りも三回りも小さい正岡が、うん、まあ機動力はずば抜けてるとはいえ、はい、ね、そのでかい挑戦者組相手にどれだけの真っ向勝負するのか、うん、それとも力くんとやった時みたいな、こうすかしてすかしてという勝負をするのか、はい、まあ、王者としては、まあ、正面から受けて立ってほしい気もしますけどね。はい、はい、どんな戦いになるのか非常に楽しみです。はい、はい、ではここで本日のベストバウトをアンケートで決めていきたいと思います。はい、はい、投票していただいている間にせっかくですのでゲストの選手お二人への質問をコメントで受け付けたいと思います。はい、この機会にぜひ直接伺いたいことをコメントしていただけたらと思います。はい、コメント来ますかね。さあ、いかがでしょう。せっかくですから、何でも答えますよね。はい、はい、さあ、何も来ません。ビブレはどうなりたいんや。どうなりたい。スーパースターですね。うん、お、スーパースター。スーパースターですよ。はい、それだけです。はい、はい、あとなんか今来ましたね。群雄割拠の参加団体は決まってますか。あ、さっきの1月15日ってやつですかね。はい、東京ドーム、琉球ドラゴンプレスさんと、イーグルプレスさんと道頓堀プレスさんと、うん、あと北海道の、道南リングですかね、カツオ選手がやってる、はい、はい、は、決まってます、うん、はい、で、他にも話をしている団体がいくつかあるので、はい、それは確定次第、発表したいとは思いますが、とりあえずなんですかね、そのふるさと祭りの中で、はい、いろんな、ね、全都道府県の中でもふるさと祭りにやっぱ参加してる県、参加しない県、特にこう前面に出てる県、そうでもない県っていろいろあるので、その辺をこうリサーチしながら、その前面に出てる県から
出場選手をまた選んでいきたいと思ってるので、はい、なんならのプロレスのリングを組む設置をする場所が北海道ブースの真ん前らしいので、ってこともあってあの北海道の選手をと思って、あのカツオ選手とあと智也選手にあのお声掛けさせてもらってます、うん、はい。さあ関連して群雄割拠の試合数はどのくらいを想定されていますかということですか。一応ですね、あの1部2部に分かれてやる予定なんですけど、はい、まあ、1部2部って言ってもその間がそんなに空いてるわけじゃなくて、はい、1部が多分夕方6時半ぐらいから小1時間で、2部が多分7時半ぐらいから1時間ぐらい、はい、なので、まあ、大体3試合4試合計7試合ぐらいな、うん、イメージではいます、はい、うん、まだ確定ははっきりはしてないんですけど、はい、まあ、そういうあの地方からまた出ていただく選手対フリーダムズとかももちろん組みたいと思うので、うん、はいはい、フリーダムズの選手もまあほぼほぼ皆さん見れると思っていただいていいかなと思います、はいはい、あとは僕はもう裏方に徹するのか、うん、僕もリングに上がるのか、うん、そこはちょっとまだ分かりませんが、はい、はい、あとは何ですか、2019年の抱負、ちょっと早いですね2019年の抱負、それはそうですね、あの選手として言えばやっぱりまたベルトを取りたいですね、うん、もう武田正史から引っぺかしたいです、うん、はい、はい、あと、まあ、団体代表として言えばやっぱり言っても10周年なんで、はい、まあそういうあの10年間を振り返った大会とかはまだ早いかなと思うんで、また2019年以降、はい、旗揚げ11年目以降のフリーダムズが見れるような、はい、未来を体感できるような熱い大会を、どこかでぶち上げたいかなと思います、はいはい、楽しみにしております。はい、ディフレ選手は2019年の抱負何かございますか。19年、そうですね、まあ今平田君がね注目されてますから、うんうん、まあ、19年は僕、まあ、19年と言わず、うん、今からですね、今から、まあ、次の大会から、うん、はい、もう平田よりリブレが注目されるような、はい、うん、はい、試合をしていきたいなと思います。はい、はい、そのくらいですかね。じゃあアンケートの結果を見ていきたいと思います、はい、お願いします。ゼロおお、あ、でもすごい、第5試合とメインが同点ですね、はい、全く同点ですね、うん、おお、やっぱこれ第4試合だったとはいえ、はいはい、ちょっと悔しいですね、うん、負けたのはゼロ、まあ、ただ本当に第5試合素晴らしい試合だったなと思います、はい、まあでもこれがまあ、はい、ね、フリーダムズは、うん、デスマッチだけじゃないよっていうのを本当に数字が証明してくれたのかなという気はしますね、はい、きちんとお客さんに響いていたということですね、ということですよね、はい、多分これこの数字をまあ実際ねデスマッチやらない人間が見てるか見てないかわからないですけど、はいはい、これはちょっとまあ一つの励みに、はいはい、してもらえたらなとも思いますね、はい、はい、ではこちらでですね、今後のフリーダムさんの予定を、はい、発表したいと思います、うん、まず 11.5 新規場ファーストリングにてヤングダムズプロレス、はい、はい、こちらは本日の前説で平田選手もおっしゃっていましたが、ドラゴンリブレ選手、平田選手や若手選手が主役の大会となっています。そうですね、はい、はい、いかがですか意気込みは。はい、僕の対戦相手は、まあ、谷崎直樹選手、ダムプロレスの谷崎直樹選手なんですけども、はい、まあちょっとあのデビュー前からちょっとお世話になってて、うん、でまあデビューしてからもちょっと目をかけてくれたというか、はい、はい、会う一緒で会場になるときは結構見てくれてる方で、はい、うん、まあね、今までのこともあり、なんか試合で僕が成長したというところを見せつけてですね、うん、はい、まあなんか認めてもらいたい部分もあるんで、うん、はい、なんとか、はい、谷崎選手を倒してですね、はい、はい、こんだけ成長したよっていうのを見せたいと思います。はい、はい、うん、そして 11.8、11.9、11.11 と静岡での3大会が開催。ああ、そうですね、はい、あのその3大会全部マットプロレスで、はい、あのまあ、フルメンバーじゃないんですけど、はい、まあ、静岡の方でいろいろありがたいお声掛けもいろいろあって、
で3大会やらせてもらうんですけど、まあ、中でも、11月9日はですね、はい、あの静岡市で日本全国でも珍しいんですけど、うん、あのプレミアムフライデー、はい、最近あんまり聞かなくなりましたけど、プレミアムフライデーを、唯一と言っていいほどもう推進して、やってるのがあの静岡市らしいんですね、はい、その静岡市のプレミアムフライデーイベントの一環として静岡市の市役所の真ん前でプロレスをやります、はい、うん、で時間がまあいい感じに6時だか6時半とかだそれぐらいだったんで、うん、要はあのみんな早く仕事を切り上げて、はい、プロレス見に行こうよと、うん、はい、でプロレス見に行こうって、プロレス見た後は静岡の駅 の、はい、あのまあ、繁華街というか、ね、飲食店街で、はい、あ、ね、あのお町バルが繰り広、はい、町バルが繰り広げられているので、そこにあのみんなあのチケット握りしめて、はいはい、みんなであのプロレス見て盛り上がった後は、はい、飲み食いしましょうよと、うん、はい、でね、この日は仕事を早く切り上げて、はい、みんなであの上司も部下も、ね、友達も、ね、同僚も関係なくみんなで楽しもうじゃないかという、はいはい、そういう催し物に、うん、その市を挙げた町を挙げた催し物にお呼びいただきまして、うん、はいはい、ありがたいことですね。それが 11.9 ということですね、はいはい、そして 11.21 には新木場ファーストリング大会、はい、そして 12.6 こちらでワンデートーナメントが行われる、はい、そして 12.25 後楽園ホール大会ということで、はい、たくさんの動きが本当にあるフリーダムさん、ね、はい、毎回毎回言っておりますが目が離せなくなっております。ちょっともう年内はもうこれ目離せないですね。もうきっと一瞬で年明けでしょうね、はい、一、はい、回でも目離すとちょっとなんか損した気分になっちゃいますね、うん、はい、はい、ぜひ皆さん会場に足を運んでいただけたらと思います。思います。はい、では最後に本日の感想をお願いいたします。まず佐々木選手お願いいたします。はい、まあ、フリーダムズもですね、まあ、いろいろさっきもご紹介ありましたけども、まあ、年内に限らず年始もいきなり、まあ、1月3日の新木場大会、うん、そしてすぐ東京ドームがやってまいります、はい、ね、フリーダムズまさか群雄割拠で東京ドームがやれるとは思ってもいませんでしたが、うん、まあ、これも一つのチャンスで、僕がまあ常々口にしているそのプロレスというもので、まあ、プロレスファンはもちろんですけども、ね、プロレスファンだけじゃなく対世間、ね、プロレスに普段触れてない世間の皆さんも巻き込んだ一大イベント、そしてそこから、プロレスを好きになってくれる人を一人でも多く増やしたいという、はい、それにも持ってこいのイベントかなと思ってます、はい、これからもですねフリーダムズという団体ももちろんですけども、プロレスというジャンルそのものも背負っていろんなところに打って出たいと思ってますので、今後ともぜひ皆さん応援よろしくお願いします。はい、ではリブレ選手お願いいたします。はい、まあ、今日は初めて、ここに来たんですけども、はい、まあ、改めてまた全社を見る機会ができて、まあ、本当に、まあ、また勉強にもなりましたし、はい、また自分の試合の反省点あんま見て覚えてないんですけど、はい、うん、にもなるんで、はいはい、まあ、なんかキャラがどうのこうのってみんな書いてますけど、あんまちょっとよくわかんないですけど、謝れとか書いてますけどね、あんまちょっとよくわかんないんであれなんですけど、はい、まあ、エディット件に関しては皆さんがまた動かしてくれると思ってますんで、はい、はい、募集中ということですね。エディットの件もよろしくお願いします。ドラゴンリブレよろしくお願いいたします。はい、そして最後にリブレ選手に一つお願いがあるのですが、はい、今回の初めてニコプロに来ていただいたということで、じゃあ後ろの壁にサインを入れていただいてもよろしいでしょうか、はい、お好きなところに、はい、よいしょ、失礼します、すいません、はい、あ、そう、どこがどこ、どこでもいいですね、はい、お好きなところに、入ってるところに、うん、あ、この、あ、いや、見えるところないですね、見えるところな、あ、こっから、こっちに、はい、あ、開いてるね、はい、入りました、ありがとうございます。はい、では今後のフリーダムさんにもぜひ注目をしていただいて、はい、プロレス人口どん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 増えていったらなと思います。そうですね、はい、はい、本日のゲストは佐々木選手、ドラゴンリブレ選手のお二人でした。ゲストのお二人、そして視聴者の皆様、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。